ちは仙道です。本日も FIFA22 のキャリアモード、日本人だけで欧州を席巻する企画をやっていきます。本日はプレミアリーグのウエストハムとの一戦です。まずは順位表を確認しておきます。こちら順位表です。我々現在6位です。リーグ戦は5連勝中ですのでね、連勝切らさないように集中していきたいと思います。そして本日の対戦相手のウエストハムは現在9位で勝ち点23、我々と3ポイント差でね、この一戦勝利してね、上位勢絡んでこようと目論んでると思うので、その野望はしっかりと断ち切りたいと思います。じゃあ試合いきます。まずはスタメン発表です。キーパー川島はディフェンスライン右から室谷、庄司、冨安、中友、アンカーに遠藤、インサイドハーフ右が鎌田、左森田、3トップ右から伊東純也、古橋、乾でございます。本日もね、少しメンバー入れ替えています。今後2週間くらいがね、中2日中3日でのゲーム続いていくんで、メンバー入れ替えつつフレッシュなメンバーで戦っていくっていう方針です。ウエストハムのスタメンこちらです。相手も過密日程だろうからかなり疲れてはいるね。フォワードのアントニオ警戒かな。ちょっと疲れてそうなところがありがたいですね。じゃあ試合いきましょう。Watch Premier League on Sendo's YouTube。めっちゃシャボン玉、これ CG 感すごいな。ここに関してあんまリアルじゃねえな。シャボン玉全然リアルじゃねえな。作られてる感がすごいよ。ライスも警戒だね。さあ試合スタート。まだ出てんのかい、シャボン玉。いつ消えんだろうね。これちょっと一回ノーカットでいってみるか。いつ消えんのか。さあとりあえず組み立てていきます。すごい噛み方した。いつもならカットされてるであろうところも、このシャボン玉を消えるか見たいから、うん、いやーでもちょっと消えてきたね今。シャボン玉消えるまで見たいから、あそこのカットじゃなくてがっつり噛んだところも映していきます。さあでもマジでめっちゃ消えてきてるわ。さあジュンちゃんから一回ここは誰かに渡して、ヒデだ。オッケー。さあ古橋強吾、忘れられないキャンペーン出ております。何でしょうか、忘れられないキャンペーンとは。いやマジ忘れんなよ。セルティックステップアップにするっていう発言で賛否両論起きたこと忘れんなよ強吾。ビビって今日もパフォれないかもしんない。今日もビビってゴール決めたら手挙げます。ウエストハム絶対関係ないだろうけど、まあ、プレミアリーグ行きたいっぽいからね。いやプレミアリーグ行きたいだろうから全クラブに敬意払おうと思ってたけど、いきなりやられたか。久々に俺ららしい失点したな今。すげえ俺らっぽい失点じゃない。すげえ、もう過去 5パート前くらいまではよく見た失点パターン。うわやられたな。えぐいシュート久々になんか来た気がする。もうこれ止めようないもんな。こんなどんなキーパーでも止めらんないよね。うーんまあしょうがない。いやでも遅くね、なんか反応が。またシャボン玉出てんだけど。ソーチェックから左サイド振られる。アンドリュー・アルモレンコっすねこれは。さあライス・ソーチェックのダブルボランチも結構強力だよな。てか普通に強いんだよなウエスタム。西ハムね、レーティング85A が結構います。 OK ナイス。大ちゃん全然今日ボール触ってなくない。さあ強吾が走れ裏スルーパス来たナイス抜け出し。これはもう決めます。もう喜びません私。 OK これ確実に決めれるのマジで強いんだよね。うん、ウエストハムはねステップアップしてウエストハム行く可能性あるんで、ここ一切喜びません。オッケーです。ナイスゴール。いや、いい抜け出しだったんじゃない?うん。ここタイミングを見計らって、しっかり低弾道シュート。仕様も理解してるよ。低弾道シュートは強いんですよね。FIFA22 で。ナイスゴール。さあ、同点。一気に逆転といこう。さあ、右サイド。パブロ・フォルナルス。さあ、ユート VS フォルナルスで、ちょっと高しも、守備に参画してくんないか。うっと、おっさいないそれ。あ、大丈夫?なんだそのつなぎは。今シュート打たれたの?シュート打った。トミヤスクリアして、シュートかそれ。コーナーキックしっかり弾きたい。大丈夫かこれ危ねえ。さあ、大ちゃんプレス行こう。ナイス。つないで。つなぐよ。上がってこい。誰だこれ。ヒデか。ヒデだ。オッケー。さあ、ここどうする。一回これ、大地の足元で、強豪、来た!よし!よし。ナイス。やべ、ミスった。入力ミスってメッシやっちゃった。やべ。まあ、ちょっと喜んじゃったよ。ウエストハムへのステップアップもうねえな、これ。多分ウエストハムに移籍はできねえな。いや、ナイスつなぎ。ここつなぐ判断は一流。
いや、第一らしいつなぎから京吾が確実に左足流し込む。いいね。いや、来たね、逆転。マジで絶好調中なだけあるな、俺ら。ライスから大きな展開。ユート大丈夫か、これ。オッケー、ナイス、頑張り。踏ん張ってユートが行く。いいよ。さあ、これ、ヒデ、ジュンちゃんだ、ここは。ナイスパス。神パス。うますぎ。オッケー。来たー、うま。うまくね、今の。パス。ヒデ、あんなパス出せんだ、逆足で。いや、いいね。モブ、全員モブやめろ。オッケー、オッケー。大地か。ちょっとこれ、サムネ使いたいんですけどね。全員固有だったらサムネ使いたいんですけど、ちょっとこの4人でサムネだとね、初見の人誰ってなるからね。いや、でもこれパスがマジで神だったっけ。シュートもしっかり決めた。ナイス、順調。うまくね、シュート。いや、 3-1 圧倒、西ハムを圧倒。いや、ユート裏取られるか。大丈夫か。フォルナレス、まずアントニオ入って、ウッドを得ないゲイエジェ。さあ、これはもうキープして前半終わりましょう。クリアしちゃいます。 OK、 前半終了でね。はい、前半のスタッツこちら、かなりいい前半だったのではないでしょうか。はい、後半スタート。またシャボンが出てるわ。ちょっとこれね、もう休ませたい気もする、正直。次が中3日で絶対に負けられない戦いの CL なんですよね。本当に勝ちたいから、主力選手京吾とか純ちゃんとか休ませたいかな。さあ、ヤルモレンコは来んのか。アントニオが裏来てんぞ。やべ、今ね警戒はできてたんだけど、ちょっと合わなかった。まずアントニオが来てる。ヤルモレンコパス来るよね。オッケー、ナイス読み。セイさん、ナイスっす。いや、繋がれるか。まずいぞ、来るぞ。オッケー、ナイス D。さあ、ダイちゃんから強豪が走っていく。これスルーパス通るべ。通るよね。いや、一回繋ごう、一回繋ごう。オッケーオッケー。タカシからもう一回、うん、まずい。待って、アントニオ走ってんだよ、走ってんだよ。分かってたんだよ、庄司のスピードで追いつかね、追いつきすぎた。追いついてはいたんだ今。いやね、決めきるか、アントニオ。いや、1点差追いつかれるの渋いな。うーん、さすがっすね、アントニオさん。結構今シーズンも決めてるもんね、プレミアで。いやー、決められるか。エイジも今日あんま止めてねえ気すんな。ここね、こう庄司が追いつきすぎたんだよね、うん、もう通り越してったもんな。謎 D したよ、謎 D。 あ、なんだよその D は。シュートがうますぎる、これは。さあさあさあ、もう点差広げようぜ。さあ、ユートからヒデ、ヒデが右サイド大きな展開よ。ヒデ今日ロングパスが冴えてます。ここスルーパス出して京吾が抜け出す。おい、今大ちゃんらしいパス。おっしゃ、アントニオ下がった。ラッキー。疲れてたもんね、アントニオ。試合前から疲れてたから。うーん、苦しいね。右サイドも来るよ多分。オッケーオッケー、警戒はできてた。ここは頼む、ユートのスピード、ナイス。これ怖いけど繋ごう。オッケー、ナイスキック。ほぼ手足提言、今のはほぼエイジ手足提言だって。今さあ、大地がジュンちゃんを走らせるパス。うーん、ズーマ、ズーマ早いね。とかプレスいっていいんじゃない。いいね、つなげたらでかいよ。まずい、左サイド来る。セイさんが OK、 全然対応できてるよ。セイさん警戒だけしとけばいい、警戒だけしとけばいいよ。ただちょっと人数が足りねえな。ちょっと左サイドの相手の人数が多い。そして裏抜け警戒、ヒメネス。うっ、オフサイでしょ、オフサイだよね。 OKOK、 アイ選手交代。古橋に変えてオナユー、 IJ に変えて堂安、堂にします。庄司から縦パス、いいね。スルデパス。さあ、第一渡る、渡るに渡って、アドが打っちゃおう。右サイドゆっくり来ています。さあ、繋がれるか。これまずいな、センターバック出ちゃってんだよね。頑張れるかな、ここ。高志が行こうよ、頑張って。トミーさんが出ちゃってんすよ、ここなので受け渡したいけどね。まずいよ、ここ。いやー、わったくせ。やばい、追いつかれるか。うーん、ちょっと強豪とか変えちゃったのがもったいねえなーとなると、うーん、ライス2点の、いや、追いつかれるか。前半の 3-1 はちょっと楽勝ムード出てたんだけどね。苦しくなったな、一気に苦しくなった。さあ、でもまだ10分13分くらいあるか。行こう行こう行こう。オコフレックス、なんだ俺初めて聞くな。ライス、
まずいよ。いや待って待って、なんか良くなってね、動きが非常に良くなってない。ナイスエイジ、止めてくれ。あぶね、クリアクリアクリア、あぶねえ。さあ防衛も上がってくる、サイドバックも上がってくる。頼む D 集中、 D 集中、みんなで全員で、全員で守備、全員守備、来るよ来るよ、なんか絞れよ。いいよっさ、あぶねえ、あぶねえ。今庄司の中絞りが甘くてすごい不満募りました。庄司だよね、6番4番、危ねギリ押せ。ここでちょっと庄司の寄せが非常に遅かった。いやー連勝途切れさせたくね、リーグ戦の無敗記録が、無敗記録は維持だけど、まずい。オッケー、縦パス早めに当てて、終わっちゃった。はい、試合通してのスタッツこちらです。勝ちたかったね、後半ちょっと足踏みしたね。はい、評価点はこちらです。強豪2発で評価点8点をマンオブザマッチ、まあさすがの決定力ってところかな。はい、プレミアの順位表こちらです。我々ドリームチェイサーズ7位、勝ち点27です。そして周囲はマンチェイサーシティ、我々との勝ち点差5ありますね。必死に食らいついていきたいですね。9位から16位の順位はこちら、17位以下はこちらです。はい、そしてプレミアの得点王争いを見ておきましょう。現在1ブレントフォードのトニーで、今日の古橋の2発の暴れで彼は2桁得点乗せましたね。15試合10発で6位タイかな。 CR7 サーラー古橋の並びでございます。はい、続いて今後の日程確認しておきます。次回中3日での絶対に負けられないチャンピオンズリーグ、ちょっと1回順位表確認しておこうか。こちら CL の順位表です。もうね、我々が CL の決勝トーナメント行けるっていう可能性はなくなってます。ただグループリーグ3位で EL ヨーロッパリーグに行けるはずなんですよ。なのでヨーロッパでのね、戦いは絶対に継続したいと思ってるんです。ということで次回は絶対に勝ち点3を取ってマルメを抜く必要があるんですね。次回は我々がアラン・ヤスポルと対戦で、マルメはピエモンテとの戦いなんで、おそらくマルメはピエモンテに負けるんですよ。なので我々が勝ち点3さえ取れれば、マルメのことはね、勝ち点差で抜けるので、ヨーロッパの舞台にとどまることはできると考えています。ということで次回の絶対に負けられない戦い、お楽しみに。それでは本日はここまでにしましょう。チャンネル登録とか高評価とかコメントとかよろしくお願いします。それではありがとうございました。さよなら。